アイドルグループ、桜坂46の3期生11人が5日、神奈川、ビ・ア・アリーナ MM で、初単独イベント、3期生おもてなし会を開催。前日4日と2日間にわたって行われ、各日1万人、合計2万人を動員した。3期生11人は、昨年6月から行われたオーディションで4万5014人の王を募るの中から倍率約4092倍の狭き門をくぐり抜け、今年1月に加入した。おもてなし会とは、新メンバーが特技を披露したり、私服ファッション、ショー、ライブパフォーマンスなどを行う自己紹介的なイベント。2分間で特技を披露するコーナーでは、石森明花、石森、理解コール21が、ステージでオムライスを作れば、翔桜玲奈、小桜、玲奈イコール18は、バイオリンを弾いた後、ゴルフのドライバーショットを披露。小島渚、小島、渚イコール17は、ピアノで桜坂46の楽曲、条件反射で泣けてくるを弾いた。的野美桜、的野美桜イコール16は、特技のデジタル、イラストで描いた先輩の小林由依、23を披露。目つきが鋭いことで知られる小林に、小林さん、ぜひ私を睨んでください、と笑顔で呼びかけ、ファンの笑いを誘った。また、村井優、村井、優イコール18は、バスケットボールを扱いながら、ダンスを踊り、最後はシュートは3回失敗したが、4回目で決めた。他にも、遠藤美智子、遠藤、理子イコール17はクラリネット演奏、谷口愛希、谷口、愛理イコール17は、ギターで弾き語り、中島優月、中島、ゆずきイコール20はチアリーディング、向井、純陽、向井、糸は、イコール16は切り絵、村山美は、村山、美羽、イコール18は、バトントワリング、山下ひとみ月、山下、しずきイコール18は、書道パフォーマンスで、それぞれ自己アピールした。後半のライブパートでは、グループの最新シングル、桜月に収録された初の3期生楽曲、夏の近道など全7曲を披露。ステージでは11人が1人ずつ涙を流しながら決意のメッセージを伝える場面もあった。夏の近道でセンターを務めた谷口は幼稚園の頃から憧れていたアイドルの第一歩を踏み出すことができて嬉しいと吐露。アイドルへの憧れを抱きながらも挑戦できず、人生最後という覚悟で受けた桜坂46の3期生オーディションに合格したことを明かした。夢だったファンが埋め尽くす景色を見渡しながら、今まで憧れていた景色を実際に見ると、どんな夜景などよりこれが一番の景色と思えます。と、谷口愛希を愛してもらえるように、一生懸命頑張りたいと誓った。村山は、何があっても守りたいと思える3期生10人に出会った。守りたいと思わせてくれた、桜坂46の何か、力になりたい。3期生が入ってよかったと思ってもらえるように、全力で頑張りたいと決意。この日、MC 役として全体挨拶などを担当した中島は、感謝の気持ちを忘れず、先輩方に追いつけるように頑張りますと誓い、応援よろしくお願いします。と、メンバー全員で頭を下げた。